皆様、かつて日本のテレビドラマにフィルムで撮られたドラマがあったことをご存知だろうか。このチャンネルはそういったドラマをフィルドラと名付け、その魅力を皆様に発信するチャンネルである。ドラマツヒロです。今日もよろしくお願いいたします。前回は石立哲夫さんの何がすごいのかって話をさせていただきました。今回もまだまだ石立さんの魅力についてお話しさせていただきたいと思いますので、最後までお聞きいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。はっきりは思い当たらないんだよね、あのキャラクターというか。やっぱり得意な存在というかね、唯一無二の存在だと思うんだけども、自分なりにあえてあげるならば堺雅人と大泉を足して割ったぐらいな感じかな、が石田哲夫さんじゃないかなと自分はそう思う。イニオン映画制作の、石田ドラマシリーズというのはですね、全7作品あります。最初の雑居時代までの4作品までは石田さんは2枚目半。石田さんってやっぱり3枚目のイメージが強いけど、2枚目半。右京、決して。おお。信じられない。よくそれで千春ちゃんのパパになれたわね。すいません。要はコミカルな役柄なんだけど、だけど非常に女性にもモテるみたいな、ね、そういう役柄があったので、その後バーカ水森康介からどっちかというとバーカ2枚目半からちょっと3枚目路線というか、できた俺できたぞ、ちょっと寅さん的に近いみたいなね。喧嘩っ早いんだけども涙もろくて人情派みたいなね、そういうね、もうね、大泉さんのコミカルなキャラクター、なおかつ滑舌がいいと、滑舌ね、で結構早口で、コミカルに滑舌よく、早口でコミカルに滑舌よく話せるっていうのはなかなかいないと。坂井さん滑舌いいよね。であれだけの早口で言葉はっきりして喋、るってなかなかいないし、で石田さんもやっぱりこう早口で滑舌よく喋ることに関してはすごい得意だったんですよ。漫才じゃないけどボケとツッコミがあるように、石田さんがどんなに突っ込んだとしてもやっぱ相手が受けてくれないとうまくいかないわけでしょ。ということはやっぱり石田さんがそれだけ早口まくしたて、でもそれに対して受けてくれるやっぱりベテランの役者さんとか、あと芸達者の役者さんがいたからこそ石田さんの早口が生きるんで、決して石田さん一人が早口でまくしたてても面白いないわけですよ。そういう石田さんの早口だけじゃなくて、それに対してどう相手の役者さんが反応するか、これも魅力の一つだと思いますよ。それでは石田さんの真骨頂、早口台詞を続けてどうぞ。おじさんはね、女房子供たちのために一生懸命汗水流して働いてるんですよ。それなのに一度だっておばさんたちを飢えさせたことありますか。それなのにおばさんたち父親の資格がないなんて、そんなの歯がいじめなんかして僕は許せないわ。何もそこまで言わなくたっていいだろう。言うわよ、そっちがそっちならこっちだって。こんな人奥さんに持つと大変だな。まあ結構よ、余計な心配してくれなくたって。右京さんだけお断りよ、地球上の男はたった一人になったってね。こっちこそ。んだ、うちは女ばかりの家族だし、他人の男性と一緒に暮らすといろいろ都合の悪いことが出てくるの。それぐらいいくらあんたがバカでもわかるでしょ。バカとはなんだよ、バカとは。あら、利口だったらとっくにお父様の後継いでるはずじゃない。何を感動なんてされちゃったりして。あのな、親子の縁はこっちから切ってやったんだよ。それにな、外交官になるくらいだったらヒマラヤの氷河のクレバスに落っこって死んだ方がマシだよ。最高です、素晴らしい。ドラマツチェック。まあ石田さん作品によってね、結構細かくね髪型変えてるんだけど、明らかに分かるのが雑居時代と水森康介の髪型を見てもらうと明らかに違うんですよ。これが一つのキャラクターが2枚目半から3枚目に近づいたっていうのは一つ理由なんですね。アフロヘアって石田さん有名じゃないですか。でも実際アフロヘアって最初からアフロヘアじゃないんですよ。途中でこうチリチリパーみたいな頭してますけど、アフロじゃないんですよ。
厳密に言うとアフロは水森浩介からなんですよ。もともと2枚目な人だから演技でいくらやってもやっぱり2枚目だから限界があるんですね。そこで石田さんがやっぱり髪型でちょっとコミカルにしようという現れで、本人もこれ言ってたんだけど、自分では決して3枚目は演じてないと、2枚目を演じてるんだという意識があって、2枚目を演じてるから逆にそれがコミカルに見れるというかね。はい、ということでまだまだ話し足りませんがお時間が来てしまいました。ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回もどんどんお話ししたいと思いますので、よろしければまた水曜8時にお会いしましょう。さようなら。